小池美穂です。私がお芝居を始めようと思った理由は、自分が悩んでいた時にドラマや映画を見て背中を押されることが多くて、自分もお芝居を通して誰かの背中を押したり寄り添えるようになりたいと思ったからです。スタートはいつだって素敵だ。みんなで頑張りましょう。